皆さんこんにちは、ナミキです。今日はですね、皆さんこちらコースに出てきたんですけども、早速今日一緒に出てくださるプロをお呼びしたいと思います。一緒に出てくださるプロをお呼びしたいと思います。どうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木トールプロです。お願いします。はい、ということで今日もまたちょっとね、雨降ってきてちょっと寒いんではあるんですけどもね、はい、ます冷え込んでるんですけども、はい、またおなじみの、はい、PGA ポーズからやるんですね。いいですか？はい、お願いします、はい、ということでちょっとライブを置いていただいて、はい、はい、じゃあ行きますよ、はい、せーの、 B G A チャンネル、はい、始まりました。はい、ということで今日はですね、はい、なんとコースに出てきていまして、はい、まあ、プロに何をしていただくかと言いますと、質問だらけの自分解説ラウンドをしていただきたいと思います。はい、わかりました。今からですね、どんな質問が、そうなんですよ、あの質問はですね、一応私、はい、させていただきまして、はい、でもプロはですね、今からプレスしていただくんですけど、自分で解説をしていただきながら、はい、ラウンドをしていただきたいと思います。はい、で私もですね、まあ、今後の夢というか目標として、まあ、いつかはこう実況もしてみたいななんて思っておりますので、うん、そういうのも勉強もの意味も込めてですね、はい、今日はちょっとやっていきたいなと思いますので、はい、じゃあその練習も兼ねて、はい、ぜひお願いします、はい、よろしくお願いします。まずどうでしょう、このコースは、はい、この結構広めには私的には見えるんですけども、右も左も OB はなさそうですし、はい、比較的あの優しいスタートホールにしていただけてる感じがあるので、まあ、ドライバーで行ってまあいいんじゃないかなと思いますけど、狙いはどの辺を狙っていきますか。狙いはもう真ん中、もっと真ん中をざっくり、狙いは真ん中ざっくりでは、おお、そこで取るのね。じゃあ行きます。はい、お願いします。うわー、フックした。ちょっと左目行ってしまいましたが、はい、はい、全然ありましたね。はい、はい、ちなみに、はい、いつもドライバーで何か気をつけてることとかってあるんですか。ドライバーで気をつけてることっていうか、まあ、自分のスイングで、まあ、こうしたいああしたいっていうのは常にいろいろ思いながらやってるんで、はい、まあ、それを意識しながら振ります。今も少し右にスポーンで抜けちゃうことがあるので、あ、なるほど、そういう球は出ないように打とうかなと思ったらちょっと意識しすぎたかなって感はありましたけど、まあでもとりあえずスタートホールはどこ行ってもいいかなと思って打ったんで、なるほど、まあ、まあ、オッケー、まあ、まあ、ね、100点じゃないけど、まあ、うん、いいのかなっていう感じです。うん、自分的にミスショットしちゃった時とかって、はい、まあ、結構精神的にというかメンタル的に来る方ですか。あんまり、いや、意外とでもこんだけゴルフやってきてるってことはそこの切り替えはできる方なんだと思いますね。あのネチ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 して家に行ってなんでこんな失敗したんだよとは言ってますけど口では、はいはいはい、僕 B 型なんですよ。B 型なんですね、はい、ほうほうほう、よく初対面の人に B 型っぽく見られないこともあるんですけど、確かにっぽくないですよね。 B 型なんで意外とそのなんだろうな、うん、言ってるほど、うん、これは答えてないというかでも、うん、そうですね、そういうとこはあるのかなっていうのは自分でも思いますね。さあプロ、はい、2打目地点に来ましたけども、はい、よかった、ちょっとラフですけど、ちょっとラフですけども、まあ、クラブどうされます。146、残り146ヤード、結構ありますね。結構あります、打ち上げ入れてね、いや、ちょっとアゲンストなんで、はい、ね、本当は8で打ちたいんですけどね、まあ、8で打ちますか、8番アイアンで、8か7っていうとこなんでしょうけど、ほう、8だといかないかな、7だと大きいかなっていう。あ、はい、ちなみにプロ、ここはもう結構ピンがね左にあって、はい、ちょっと狙いにくいとは思うんですけど、はいはい、プロはどうやってこれ狙っていかれるんですか。
そうですね、これはまあバンカーは避けたいですよね。あの左のバンカーは必ず避けたい、ね、はい。でもこれちょっとライ的にはちょっと前下がりなんですよね。あ、確かに前下がりだと、はい、前下がりで、はい、まあ、ピンは左サイドに切ってあって、はい、まあ、出やすい球はスライスが出やすい、うんうん、でもピン左だからちょっとドローは打ちたい。自分を信じて8番で打ってみます。8番で、はい、はい、分かりました。じゃあさっきおっしゃったようにちょっとドローフック、まあ、ちょっとあの右は広く使いたいんで、はいはい、ちょっと右目から右目から、はい、ちょっと右目から自分を信じて8番で打ってみます。おお、ゴーいけ、ナイスです、お見事。いや、うまくいきましたね。プロ今、はい、もう予想通り狙い通りですか。狙い通りですね。あのちょっと右を広めに使って、はい、少し捕まえて、ほう、まあ、ちゃんと当たればバンカーはクリアするし、うんうんうん、ミスしても右を広く使ってるんで、まあ、右には乗るか、うんうん、これやっちゃいけないのは多分左に外すか、はい、うん、オーバーだと思うんですよね。あ、そっか、あのピンが奥目だって聞いたんで、はい、だからと手前にスペースがいっぱいあるわけだからそこでいいわけですよね。そうか、じゃあだミスするとするならば、はい、その手前の右手前か右手前、はい、うん、ですね。だから奥と左はダメっていう、まあバンカー最悪バンカーでも、うん、まあ、ライさえ良ければそんなに悪くはないと思うんですけど、はい、うん、そんな感じで打って、まあ、たまたま今ちょっといい球出ましたけど、はい、よかったね。お見事でした、お見事でした、はいはいはい。じゃあこちらパッと何メートルぐらいでしょうか。大体3メーターぐらいですか。3メーター、はい、のラインはどうでしょうか。ラインどうですか、読んでください。そんな私が恐縮です。私は特に分かりません。ほぼ、私にはほぼまっすぐに、ちょっとね、いや、ほぼまっすぐ、私は特に分かりません、ちょっとね、いや、ほぼまっすぐあったとしてもフックですか、どうなんでしょう。フックか、多分これこの辺から打ったら絶対スライスなんですね。ほう、ここから打ったらフックなんですよ。ちょうど相殺してまっすぐですかね。どっちかなっていう、ちょっと微妙で、もしかしたらスライスもあるかもしれないですね。でフックはないと思います。なるほど、これ上りですか、ね、上りのほぼまっすぐのちょっと右行くかなって感じなんですけど、はい、わかりました、はい、いきます。それでお願いします。ナイスです、お見事。というかラインがスライスじゃなかったですね。ナイスバーディー、はい、あのちょっと含みに入りましたね。ナイスバーディーです、まありがとうございます。ドホール目からお見事でした、うん、ありがとうございます。でも結構ね、言うて距離は残ってましたし、結構緊張すみませんでした。そんなこともない、まああの3メーターぐらいなんで正直入れたい距離ですよね、うん、で今ねナイスバーディーということで、スタートホールがバーディーだったんですけど、はい、ちょっとその時お気持ち的にはどうなんでしょうか。まああのバーディーだなっていう感じで、はい、ただその1日を通して考えた時に、うん、意外とバーディーでスタートした時に、はい、意外とその日1日荒れる時もあるんですよね、そうなんですか。だからバーディー取ったら次のホールが結構大事なんですよね。次がボギーになっちゃうと、その結構その日荒れちゃうし、次がパーとかバーディーでいけば、まあ、乗れるし、じゃあ大事なのは次のホールですね。まあまあ、まあ、この結果よりも2番の方が大事かなっていう。分かりました。じゃあちょっと2番ホール、はい、どんなホールですか。気を引き締めていきましょう、はい、お願いします。新しいですね、はい、でかいか、本当はこんな距離打ちたくなかった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そして SNS もぜひフォローしてください。